まあ、燃やそっか、封印の木。まあ、どうせ NPC イベントで2周目も多分やるから、まあまあまあ、なんか、漏れがあっても2周目で、拾い直します。てか、このちっちゃい木を燃やして、あの、塔の影が全部ブイーンって取れちゃうの？そんな単純なものなん？黄金じゃなんかめっちゃバカでけえのをさ、巨人の鎌でメリナと一緒に焼いたのに、これはこんな規模感のものなん？影が溶けて、これ神の塔になるんじゃないの？だから絵画もちょっと取り行こっか。多分これで取れるようになるんじゃねって思うんだよね。だいぶ綺麗な塔出てきたね。なんかあれじゃない？結構さ、装飾の雰囲気がさ、ファルムアズラ見ない？そうでもないか？いや、よかった。まともな格好しといてよかった。裸とかだとちょっと、閉まらねえからよ。え？誰の技その転送は。おろ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 。あらあら、無色探石？あ、ワープできねえ。エニルイリム外壁。つかあれか、エイジの封印を燃やしただけで、エイジは燃やしてないのか。あれでもなんかボロボロ崩れてんな。燃やしたのか、ちょっとわかんねえや。エニルイリム、うわ、めっちゃ颯爽と走ってきた、あいつなんか。身長の戦士ってやつですか？ほい、俺の新しい技でも食らうか。あ、足がちゃんと鳥だ、こいつ。信頼だ。春雷これだけ？いや、春雷、いや、そもそも届いてねえ、これ。え、春雷ってこんなもんなん？お、翼からの？いや、羽ずっと出すだけ。おい、いた。落ちろ。いや、落ちないんかい。そのまま落ちたら面白かったんな。いた。切れ目がようわからん。おいおいおい、終わりだ。終わってなかった。よくしょい。え、これ低い構えから自らの仮面に返事、前方に高速移動するだけ。春雷ってガチの移動技。ダメージ超しょぼかったよね。黄金獣ご昇乱あれ。いや、黄金獣ないが、あれか、エイジュだが。え？これベルラ、あ、ここあれか、あの塞がれてた場所か。いたいた。無駄に探索何十時間もやってねえよ。全員か。螺旋の祈祷を強化する。汚れた琥珀に螺旋樹が刻印された全員。神に届かんとする白祈祷の異様は、侵略者たる黄金樹のためにすら密かな信仰の心を抱かせた。うわっ！なんだっけ、石門館つったっけ君。舐めてるねー。あ、ごめんなさい、お祈りの最中でしたか。失礼いたしました。私が悪うござんした。どうかこれでお許しください。やばい、石門館ありえないぐらい数いるわ。
これなんか一掃できる戦技とかないかな俺。すかさず飛んでくるこのおデブちゃん、お前致命取れるんかい。春雷、いやこれマジ弱くね春雷、これ何の価値があんの。痛い、ちょ待って、落下死なない、うわハエビト、とどめハエビトはチューッと話が違いません。しかもなんかこいつフードかぶってね、おしゃれ好きよって。ここに来て礼拝、トレントの強化今さら？やばいかも。大丈夫。こいつ礼拝落とすんかよ。スピラ、なんだこれ。祈祷か。対象の足元から螺旋の光柱を生じる塔の神官たちの行為魔術、魔術なんだ。それを螺旋の祈祷として振るうもの、祈祷らしいわ。より結んだ両手を天に掲げ、対象の足元から螺旋の光柱を生じる光柱。長押ししてる間生じ続ける螺旋とはるつぼの清流であり、いつか神へと至る柱なのだ。おっと、こいつの能力今のびっくりした。獅子舞かぶってね、獅子舞じゃないか、単純に角の戦士なだけか。でもあれか、別にこいつらが神獣獅子舞と同じ力使ってもおかしくないか、同じ神の塔にいるしな。やっぱ獅子の顔してるわ。人が一生懸命あの木の枝使ってさ、あそこに登れねえのか一生懸命やってる時にさ、急に雷になったからマジびっくりしたわ。神獣戦士の鎧、選ばれた角の戦士たる神獣の戦士の銅鎧、獅子の毛皮をまとっている彼らの中で特に神おろしに優れた者たちがイサビトとして獅子舞の名誉を得た。角の目？初めてじゃないか。装飾の獣を狩ると手に入るんだって。本来入るはずのない獣に芽生える角、それはルツボの名残であるという。ああ、ちゃんと DLC の素材なんだ。これいけるか？いや、際どいか？ブレード・オブ・ミケラー、オーマイガー。あれ、俺、これ、積んだか。不法なことをしようとした結果、積んだか。最悪だなー。しかも、ここでさ、ルーン落としたらさ、回収できないよな。致し方ない。犠牲の細枝使おう。普通にこっちから降りればよかったなぁ、さっきからさ。あれ、もしかして帰り道ない？え、これフロムさんの罠じゃないですかい。これ、いや向こう側にもアイテムがある。マジか、フロムさん。こういうところにプレイヤーが来るのはしっかり想定済みだったんか。よっと、オッケー。この下、これ、大丈夫か高さ。大丈夫。ギリギリな気がする。みんなめっちゃメッセージ残してるな。胆石8のために、俺はこんなところに来たっていうのかよ。これ、そこ、届くのか？いや、ここもちょっと一応、ミケラ、オーブレードでいくか。なんで派生出さなかったの俺。いけると思っちゃったんだよな。これもうボスかな。湧きそうだ。ちょっとさっきの寄り道もう一回行こうぜ。これ誰が撃ってきてる？こ
こワンチャンダッシュかな。ダッシュだ。敵はいないですかね。あ、ベルラートに入ったの。いや微妙いな、入ってるというかこれ。わっ、うわっ、なんでお前もこんなとこにいんだよ。神聖なものか。さあそれいった。こいつガードしてる。どっこいしょと。いやこいつきっさないな。生きてる。あ、死んでる。びっくりした。最後のあがき何。これ、つぼ、つ、角に柱、螺旋の柱か、これは。ああ、これ俺が何回も行こうとしてたところや。あの、おデブちゃんがいる、ここ。ここに来てどないする？このショートカット何の意味がある？やべ！うわ、最悪これ、もう。回復今間に合わんか。なんだそれ。うわ、さっき見てねえそんな技。かっこいい。死んだわ。もうここショートカットが息してないよ。あ、これよく見たらなんかあれか、なんか2つの生物が角でこう混じり合ってる風な、あれな、エッチだね。さっきは役もやってくれましたね。いや、こいつ顔怖くね？神獣の、ん？神獣、獅子舞の顔怖くないか？これは、何？さっきのとは別のボス？いや、つか、ただのボスじゃないか？ただのショートカットかなんかか？おっと、いいもんくれるんか。エウポリア。あ、両人剣なんだ。進化24。豊穣の象徴とされる両人剣。塔の秘宝。黄金の芽吹きの刃は、バカデカ自身かなんか来てクソビックした。半ばが黒く慣れているが、敵を傷つけるたびに輝きを取り戻す。ただし死に生きる者たちだけは傷つけても輝きは戻ることはない。あ、成立属性みたいなのがあるんだ。ん、違う、そういうことじゃないか。エウポリアの渦、渦の力で武器全体を激しく回転させ、そのまま前方を連続で切りつける戦技。輝きを取り戻しているほど威力が高まる。戦技の使用にその輝きは失われる。なんか溜まっていくのか。殺せば殺すほどこれどんどん金色になってって、戦技でそれが一気に解放されるってこと？面白いね。でも、両人剣はね、使ったことないな。あと、進行24も俺持ってないんだよね。しかも上質だ。上質だけど進行よりか、こいつ。待って、俺今気づいたんだけど、この王のさ、あれしてねえわ。エイリ派生にしてねえわ。ここはあれか。帰る専用の、エレベーターか。いや、これ避けらんないんだけど。しかもなんかこいつを倒してもさ、さっき出てたんだよね。強くないそれ。さあもうボロボロで、武器もちゃんと強化されて、強化されてないというか、戦技というか派生しっかりしてないけど、おそらくここボスでしょう。いや、祝福だー。これ先に焼けとけばよかったー。すべての恐れをここに捨てる。ほう。ミケラはなんか、おしゃんなこと言いたがりだね。いや、つうかどうしよう。エイリよりさすがに地派生か。だよな。ああ、黒金の大盾、マジで生体性が、生カット率がえぐいわ。けど、重量もえぐいし、ガード強化もちょっと下がるな。いや、でもあいつらの祈祷とかをガードする分には強いのか、こっちの方が。待って、この重力回転突きあれか。専用戦技じゃねえんだ。取り外して、戦範囲になったわ。
え、マジ？この黒金太田ってさ、生カット率100まで上がるわ。すごいね。じゃあ、祈祷とか全カットできるんじゃない？無限に祈祷振ってきてたのこいつか。こんな高台から。よくもまあ、卑怯なことを。なんか、礼拝急にめっちゃくれるけど、どうした？なんか、この後トレントが重要になるんか、もしかして。どっせいえ、こいつ氷なんだ。なんか普通に戦うなら氷の方が厄介かもな。雷のやつなんだかんだ落雷落としとかなかったくないか。だっていって、まねぶねえ。ちょっとこの神獣戦士マジで危ないっす。あーあーあー、すぐ落下しなんだから。今のジャンプダッシュじゃなくてもいけると思っちゃったんだよな。角の戦士の位牌、出血毒の後継薬、塔の守護者たる重装の戦士の霊体、神下ろしにより人ならぬ単なんだっけこれ、弾力を得、大極拳を振るい、それに角を下ろす。塔では戦士もその武器もよりしろなのだ。何言ってるか分かんないな。うわ、これ、祝福からの、ああ、アイテムあった。ショートカットだから、多分次こそようやくボスだ。お、墓守長の兜、きしょいの来たな。全然祝福からのショートカットじゃなかった件について。おお、模色炭石もうめっちゃくれるやん。ありがたいけども。青みを帯びた石の兜、墓守帳を模した防具の一つ、霊光輪の魔術を強化。あらゆる死の流れ着くおしゃれのバンフェイ。でも見た目ちょ嫌いじゃねえな、これ。ありだ。お腹出てるのセクシーだねえ、これ。いや、これ、格好エッチすぎん？いや、いいなぁ。お、墓守になろうかなぁ、これ。憧れちゃうぜ、墓守。いや、やっぱ祝福からのショートカットだわ、やっぱり。じゃあ次こそ、ガチボスですね。ここではまだ戦わないか。あの塔の先っぽいよな。ここ来る？来るんだ。あ、これは嵐バージョンか。そっか、雷がいて、氷がいて、最後に、雷、ん？嵐バージョンも来ると。そうだよな。それが道理ってもんだよな。1、2、3、4、5。いや、何回振るんだお前。ターン制ってご存知かしら。 OK。 まあでもこれ普通にここら辺のモブと変わんないな。いや、もちろん強いんだけど、この角の変性子のやつら。出血も入って、気持ちいいね。あ、大極拳。角の戦士の大極拳。入信の弾力を生かすための重武器。これマジで何だったっけな、読み方わかんねえや。その刀身には混じり頭脳がかたどられ、角おろしの触媒となる。角おろし嵐。刀身に混じり頭脳を下ろす戦技。その角に嵐を呼び敵を投げ払う。追加の力で2度まで追撃。これ結構良さそうだな。あー、これはさすがに筋力派生になりそうだね。筋力派生つか筋力の方が伸び良さそうだったね、今のは。要求値が筋力の方が高えってことは多分そうなんだよな。おう、ここにも祝福くれるんだ。なんかあれだね、エイジュの破片と、礼拝、めちゃくちゃ急にたくさんくれるね。え？久しいな、君。やはりやってきたか。レダちゃんか、レダちゃんか。君はミケラ様ではなく黄金樹に導かれているのだろう。まあそうなんだよ。非戦闘エリアだよ。でも王になる者として、ならば君はなぜこの地にやってきた。あ、あとね、あの制約騎士、こいつと同じ鎧だったわ。黄金樹が望んでいるというのか、自らの王たちがまみえ私有を決することを。まあいい。この先にミケラ様のもとに向かうというのなら、何者であれ我が剣で貫く、それだけだ。あ、この先にミケラがいるんだ。待っているぞ。え？
何これ何これ、レダと同志たちの敵対者として召喚される。え、嫌だな。これ誰だ、誰だお前、ガチで誰お前。お前はティエリエでしょ、生きてたんだね、来れるんだね。これ戦わなきゃいけないのかな、レダと戦わなきゃいけないんだ。え、これレダの味方をするルートはないのかな。え、とりあえずナタン、血の貴族ナタン、俺こんなやつと出会ったことないよな。しかもこいつ持ってるのレドゥピアだよね。レドゥピアの二刀流、えぐいことしてるよね。まあいいか、一旦レダ戦うしかないか。ミキラ様に近づくな。ハリの騎士レダ、落葉の段、その同志たち、お前を許しはしない。もしかして、あ、赤獅子のフレイヤ、時は来た。あ、連戦になるんだ多分。お前がこうして、痛い、せっかくだ、お互い存分に燃えるでしょう。痛い、シード削り、えぐ。そしてこいつあれだね、あれ使ってたね、獅子斬り使ってたね。俺も好きだぜその戦技。おっと、火炎壺、面白いことしてんな。おい、やべ、続々来るか、これ、これ続々来る、やばい。これなんか言ったわ。あ、うわ、音量とか使うんかお前、だる。ちょっと待って、ちょっと待って、お前の王は死んだ、次はお前だマリカよ。お前、マリカとラダゴンがてめえらに負けるわけねえだろう。あ、これ You died 扱いじゃないんだ。いや、 Do you died 扱いだ。ルーン落ちてた今。え、マジか、これだる。でもこいつらなんかセリフあるんか。でもこいつらはなんでレダに敵対したん、よくわからんな。ティエリエとナタンにセリフがあるかちょっと聞こうか。あとバフする時間があるのかどうかも気になる。結構時間は余裕あったとは思うけど。つかレダとダンはなんか何、イチャイチャの関係なの、仲いいの。おい、俺の味方どうした、俺の味方召喚されねえぞ。おい、ちなみに伝来子、春来か、プレイヤー相手だと、遊び人相手だと悪くない説ある。痛い、あれだな、対アセビとやっぱ軽量級の方がいいかもな。いや、意味ねえかこれ。春雷マジ何の意味があんのかよくわからん。そしてティエリエたち一向に召喚されんぞ。怖っ、こいつ極限二刀流か。あ、ナタン遅いよ。ナタンセリフは、セリフないんかお前。だって一回も会ってないもんね。マジで誰なのお前は。あの女の言った通りか、お前が黄金樹のマリカの王ならば確かに復讐にふさわしい。ムーア、え、ムーア敵なの。ムーア敵なんだ、あんなによくしてやったのに。お前重量級だしこいつ。ニューゴーッ、ブー、おい、ティエリエ遅くね、ティエリエ遅えよ。お前何やってんだよ。ただトリーナ様のために。お前は結構やばいやつだな。トリーナのために、あ、そっか、トリーナがミケラを殺してって言ったかった。あなたを疑ってすいませんけれど、今トリーナ様の願いが全て。あ、そっか、こいつはトリーナを殺したいんだ、ミケラを殺したいんだ、トリーナのために。いたー、クソツボだと。神になどしません。おう、ミケラ。あ、角人死んだ。あ、待って待って、お前ら
勝つなよ。待て、お前ら勝つなよ。待て待て、お前ら落ち着け。勝つんじゃない。そしてナタンはマジで誰なんだ。うわ、これとダンとレダも来んのか。これ結構えぐいね。ムーア殿、あなたとは戦いたくない。あ、なに、ティエリエとムーアは知り合いっちゅうか仲いいのかな。ドゥドゥ、ちょっと待て、ハメ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 、これやばいかも。オッケー、フレイヤ一人やって、ツノビト君もやって、オッケー、シシギでこうやってアセビトははめ殺せば、いや、いけるいける。ムーア、お前絶対弱い。うん、なんだそれ、シールドバッシュじゃないな。いや、こいつ勝てー。さすがにダンも一瞬来ちゃったか。ちょっと待って、ダンの位置がわからない。待って、レーダーも一緒来ちゃった。どうしよう、ムーが後回しでいいな。とりあえず積極性の高いダンを先にやらねば。吹っ飛ばしだるい、吹っ飛ばしだるいが、クソツボは避けて、ダンが一番積極的だから、ダンを最初にやれば多分ドートでなる気がするんだよな。赤い腐敗はまずい。さすがにこれは火を癒しよう。全て忘れさせてやる。イケメンなこと言うじゃねえか。ちょっとムーア、てかダン、お前近すぎて獅子切りが当たらへんがね。やばい、いやでもいけそう。え、何その武器、今の戦技クソかっこいいんだけど。ムーアをどうするかだな。羅刹よ、お前の力を証明しろ。はいはい、草刈りブンブン、汗人はブンブン、はいブンブン、はいブンブン。いや、いけそう。これ体複数でもいけるな。他のやつ盾持ってないし、ムーアは持ってるか。無理に速攻じゃなくて王朝剣技で確実な括弧撃破を狙うってのはどうかな。この音量攻撃だるすぎる。重力回転突きってどんなすかね。あー、はめれそうだが、これどうだろうな。対汗人でもこのシールドは有効か。いや、ちょっと微妙か。火力が欲しいけど火力がちょっと足りない気がすんな。なんか火力伸ばす方法ねえかなって探してたら、なんかここのやつに大小炉壺入れるとこいつが復活して、なんか吸血の割れ雫っていう火力増加のあの霊薬が手に入るらしい。いざ。おお、すごい。こんなんどうやって気づくの。あ、これやばいか。あぶねー。吸血の割れ雫、これが多分なんかね、火力めっちゃ上がるらしいんだよね。霊薬に配合し攻撃を高めるが HP が減り続けると。だからあれか、一定時間少しずつ回復よりもさすがに体力減るんだろうな。まあ、これでちょっと火力マシマシで試してみるか。いや、結構な速度で減るなこれ。やばいか。いや、でも序盤さえ爆速倒しができればそれでいいから、ある意味望んでた性能まであるか。やべ、飲ました。いやー、これ思ってた以上に減るなー。こいつなんでバックステ取れないの。こいつこの硬さで回復すんなよ。いっと、今のモーションこいつあれか、レディーソードか。レディーソードっつか携帯剣か。どうしよう、なんか他の NPC と協力してカッコ撃破した方がいいと思うんだけど。いって、他のやつら生きてるか。いや、ティエリエ死んだか。
てエリエ、トリーナの願いを叶える前に、待って俺の NPC2 人とも死んで、何やってんだ俺バカ野郎。勝手に同志と呼んでしまった。いや同志でよかったじゃん、俺もおじいちゃん殺さんければよかった。多分おじいちゃんさ、あれ敵対しなかったらさ、ここ呼べてたよな。ちょっとね、もうソロ討伐とか言ってる場合じゃねえわこれ、話にならない。さすがに位牌使うわ、 NPC も使う。マジあの序盤のこいつら2人はまだいいんだけど、ムーアが出てからがゲロきつい。ムーアバカ硬いから先に倒すのもできないし、かといってムーアが残ってるとあいつ盾の攻撃でこっちのスタミナえぐい削ってきたり、シールド橋で吹き飛ばしてきたりするんだよね。結構マジでやばい。もう誉れとかパルムアズラに捨ててきたよねみんな。これはまあ盾で受けて、ちょっとナタン遅いよお前、仕事する気あんのか。絶対これさ、あのおじいちゃんと敵対してなかったらさ、おじいちゃんが来たよね、ナタンじゃなくて。だってナタンって誰って感じだもん。来たムーア、こいつをどんだけ早く殺せるかだ。みんなムーアを殺せ、ムーアだムーア、ムーアを殺せ。なんとか後でいい、なんとかもういつでも殺せる。とにかくムーアをはめ殺せ。いいぞいいぞいいぞ、俺の位牌と俺の位牌で獅子切りではめ殺す。ナイス。ティエリエお前死ぬんじゃねえぞ。さっきティエリエ死んじゃってさ、なんかごめんなさいみたいな言ってたんだよ。すっげえ悲しくなった俺、痛い。さあ、あとはレーダーをみんなでなぶり殺しにしてあげなさい。あの時あの枯れた腕の前で君を勝手に同志と呼んでしまった。同志でいいじゃん、かわいそうに。これが俺を同志にしなかった者の末路か。つかこいつあれだな、レディーソードじゃないなんか別の多分専用戦技持ってる系の携帯剣だ。お前の装備ちゃんとくれるんだろうな、お前の装備をくれるんだな。もう俺のこの 2,3 時間の苦労を許したっていい。みんな剣では切れず鎧では防げぬ、侮るなティエリエの毒を。ティエリエお前無駄にかっこいいな、なんでティエリエそんなかっこいいの。レダの剣どうか世界を優しく。お前さ、ミケラの作ったこの影の世界が優しく見えんのかよ。つかそもそもお前なんかもうおじいちゃんも殺そうとして、殺そうとしてつか殺して角人も殺そうとして、お前が優しくなかったやん。みんな装備くれるんだ、ありがとうありがとう。ああおいちおいちおいち、これ絶対重いな。フレイヤー、あここでこいつの、えお前の頭いらねえよ、汚ねえから。ああお前そこだけか、あれレダは、レダの鎧くれるだろ、くれねえわけねえよな。黄金が細かく編み込まれた携帯剣、針の騎士レダの獲物、生属性の攻撃力を持つ。いらないな。かつて騎士団の同志たちを貫いたその剣には限りなく拭われて、なお血の匂いがこびりついている。騎士団の同志たちを貫いた、どういうこと。専用戦技針の貫き、針の騎士レダの戦技10本の黄金の針を生じ、対象を一時に刺し貫く、一時に刺し貫く、また差し貫いた対象のあらゆる状態異常と特殊な効果を消し去る。え？それ強いのかな。緑緑星と呼ばれる特殊な金属で作られた大盾、カット率よりもガード強度に優れた盾。82個指紋石超えてるんじゃないか。たとえ使い手が力尽きようともこの盾だけは誰かを守り続けるように。ムーアの突撃これやばいんだよね。緑星の魔力を込めて押し出す戦技、周囲の敵を吹き飛ばすがひどく傷つけることはない、長押しで全身距離を伸ばせる。外なる神の贈り物であるといい、腐食しているがゆえにずっしりと重く柔らかな強さを持っている。主君に習いヒゲがあしなわれた体験、ヒゲかな、縦ヒゲ。フレイヤーの鍛錬が宿っており、獅子の戦技を振るうときその威力が高まる。ラダーンのこの栄騎フレイヤーの黄金の兜、ひどい醜い傷跡が赤く刻まれている。
かつてミケラはそれにそっと口づけし、以来キザとは切れることのない導きとなった。黒い羊毛のマント、もともとは剣闘士であった彼女はその勇壮を若きラダーに乱され、この絵に刈り取り立てられた。てかこれさ、この内側が刃なんだね。ファルクス、鎌のような長い刃を持つ極剣、両手持ちで二刀となる。なんか全部二刀持ちになるのいらんな。角人は復讐のためにこの剣を鍛えた。火の報いを我が刃で刻んでやる。敵の懐に走り込み、二刀を左右に切り開く戦技、長押しにより距離が長くなる。強攻撃で滅多切りにつなげられる。無数の毛虫たちを凝り固めた異様な仮面、ボニ村の大つぼしたちの呪具。彼らが神事に勤しむとき、あらゆる邪念を寄せつける、汚れ迷い誘惑、それらすべてを。復讐の誓い、黒いボロ布に編んだ網を重ねたもの、角人の復讐者の装束、角人の誓い、犠牲者たちの怨念、網縄はそれらを絡め取り、ずっとつなぎ止め、角みなごとの怨霊と守護霊を許可する。股間を隠すだけの汚れたふんどし。弾流修術、武器を持たずに戦う格闘術の一つ、蹴りを主体とした武術、レダの盟友たる落葉の弾の技、滝に打たれまた身を投げることで体得した弾独自の手術で戦技発揮。あー、これか。これ遠距離技もできるって感じか。結構かっこいいし、いいな。モーションは一緒か、なんかちょっと違う気もするか。いや一緒か、さすがに一緒か。レダお前ここかよ。鎧だけか。ネズミ友人だと思うだろう。かわいそうなやつをご承らかわいそうなやつをご承らあれ。舐めてるな。針の騎士レダの同様、ローリングバックステップからの攻撃、ダッシュ攻撃をわずかに強化。黄金の交差地が縫い取られた白亜のマント、サーコートは名誉ある針の騎士の証である。ミキラは我らを針と紡ぎ上げた、すべてを沈め退けるために。おお、もうこれレダですやん。でもあいつ盾使わないんだな。携帯剣絶対盾の方が相性いいぜ。うわ、ボスやん。え、ボスですやん。目の前に祝福、優しい。